私は京都にありますルイ・パスツール医学研究センターで酸化ストレスの研究をしています。今日はオミクロン感染と花粉症が紛らわしいという報道がありましたのでそれについて説明をします。そしてブースターが進んだイスラエルの現状も見てみましょう。このビデオの用紙ですがオミクロンと花粉症が紛らわしいという報道がありました。そして 要請が増加するのではないかとも言われていますイスラエルの現状も花粉とコロナで見てみましょうそして、えー、このオミクロン感染と花粉症どちらも酸化ストレスが関与しているというお話もしますそして抗酸化配合剤の無償供与についてもお話をしますさてオミクロンと花粉症が類似しているという報道が 続けてててつ出まままいりしした別々に見てみましょう最初の報道は2月8日に見分けるのが難しい花粉症とオミクロン株の症状が類似そしてみなし陽性増加の可能性もという報道ですがえ花粉症の方がですね外来に来られて鼻水と鼻づまりがひどくてくしゃみも喉の痛みと倦怠感があるこの症状は喉の意外がもですね えー、割と判断が難しいということなんですが、えー、高熱や激しい頭痛関節痛はオミクロンだろうとそして鼻水や鼻づまり喉の痛みや倦怠感はどちらにもありますよという報道でした続く報道はオミクロン株と花粉症の見分け方を専門家に聞いたものですが一つは目の症状オミクロンではないと思われる目の痒みそれが一つですね、えー もう一つは発発熱熱ででで花粉症で38度台の発熱はないといととううことだそうです日本では花粉症が非常に増えておりまして国民の半分以上が花粉症で国民病とも言われています。さてイスラエルを見てみますが薬、えー、はないんですね。 えー、そして2月から4月には砂嵐が来るということなんですが砂嵐での炎症とオミクロンとは鑑別しやすいと思いますさてイスラエルと日本のワクチン接種事情最新のものを見てみましょうイスラエルはブースター接種が55.6%で、えー、ずっと横ばいの状態です日本は少し増えてきてブースターは7.3%ということです イスラエルと日本のコロナの死者のグラフを見てみましょうこのグラフは人口100万人あたりに換算してあります今までにない死亡者が出ていたイスラエルもピークを打ってやや下がりかけています日本は相変わらず低いままですイスラエルの総人口が934万人 日本の総人口が1億2500万人程度で、イスラエルの死者数が9303人です。これを日本の人口に合わせますと、12万5000人ほどになります。つまり、日本の死者の6倍の方がイスラエルではなくなっていると考えてください。 コロナ感染症はここに ROS 書いている酸化ストレスが増えてサイトカインストームを引き起こして重症化するということが分かっています。オミクロンは重症化が少ないのでこの酸化ストレスの出方が少ないのではないかと考えています。花粉症が起こるメカニズムも免疫のバランスが崩れて起こる状況です。そして免疫のバランスを崩す大きな原因は酸化ストレスといえます。 このデータは私の開発した抗酸化配合剤を8週間内服していただいたモニターのデータですがかなり良くなったと少し良くなったが80%以上そして薬がいらなくなった減った少し減ったという方を合わせますと約7割おられます。現在新型コロナ感染後の後遺症ワクチン副反応の症状に悩む方々へ私の開発した抗酸化配合剤の無償供与をしています。 該当される方はこの URL でお申し込みください。また花粉症についても無償供与を開始しています。該当される方はこちらの URL から申し込んでください。そして花粉症の時期になると悪くなる病気があります。それが喘息です。喘息も酸化ストレスが大変大きな原因となっています。該当される方はこちらからお申し込みください。 メールでは申し込みができないのでご注意ください。酸化ストレスを下げるには、炎症や酸化ストレス上昇のイベントを避けてください。禁煙、大量のお酒を飲まないのも有効です。肥満、糖尿病のある方は糖質制限をしてください。十分な睡眠をとり精神的ストレスを下げるのも有効です。また、エビデンスのある抗酸化サプリメントの摂取も効果があると私は考えています。 こちらが抗酸化研究室についての情報です。